え、一人暮らし？うん、でもなんか一人の夜は寂しくなっちゃう。あざとーい。ハロー、皆さんこんにちは、るちゃんです。るちゃんです。今日も動画を見てくれてありがとうございま す。上礼拜我发的那个联谊影片非常非常的受到大家欢迎，所以呢今天我们就要推出第二弹，就是绘画篇开画篇。イエーイ。会話編って？そう、なんかいろいろなんか話のテーマとかについて、その話持ち上げると日本人の男性はどう思うかっていう。这次的绘画篇也是跟上次一样，它分成五个分别。那我就不多加讲了，大家可以看上个影片看。那我们直接开始吧 ，Go。あーすごいとか、そう。あーそれかっこいいみたいな。結構なんかみんなあざといと思ってるね。ね、その割合思ってるね。俺は好き。褒めときゃいい感が見えすぎてあざとい。いやまあ言われると確かにそうだけど、俺純粋だから嬉しい。言われて嬉しい言葉だけど、本当に思っている時だけにして。あ、すごいの無駄遣いはやめましょう。あ、それめっちゃ嬉しい。俺はどういうものを褒められたら嬉しい？俺はバッグとか服とか、あと時計とかさ、なんかちょっと気を使ってるものに言われるとすごい嬉しい。あ、でも合コンなんかほとんどスーツで行くんじゃない？いや、さすが経験者。いや、大学生でスーツで合コンないでしょ。あ、私全部社会人ですごい考えた。こだわってる時計とか褒められたら嬉しい。お、俺のさっきの言葉じゃん。ここからさ話広がるじゃん。これどこで買ったのからさ、あ私も好きみたいな。あー、これはちょっと分かれんじゃないかな。嬉しいっていう人と嬉しくないっていう人。ちょっと慣れ慣れしいなって。ふーちゃんは？これはまあ嬉しいかな。何でも嬉しいなんだ。逆に中国語はそういうのないから分かんないかもしれない、ね、ないってのは。日本人はさんとかくんとかになるだけでもすごいドキドキじゃん。うん、うん、でもこっちはこういうのないから名前で呼んで、呼び捨てより呼び捨てで言う概念がない。そもそもなんかそういう何が上何が下のがない。なのでこれがなんか中国語を喋ってる人は分かりにくいかもしれない。でも日本人にとってすごいドキドキとか。うん、そうだね。うん、やっぱちょっと特別な感じがあるじゃん。すごい特別されるのが好きそう。そう。ぐっと距離が縮まる。ギザギザが可愛い。初対面ではなく出会って2回目で使うとより効果的。ああ、そうだね。なんかその最初は合コンで会ってさんつけて、でその後はなんかデート行くときにくんづけとか言われるとちょっともうキュンときちゃう。とりあえず笑うって感じ。その笑い方は可愛くないよね。じゃあ日本人はどういう笑い方が好き？みたいな。あざとすぎる。あ、でも普通に爆笑してくれる女の子も好きよ。どんな感じ？これちょっとなんかおばあさんじゃない。男に自信を持たせる最強モテテク。ああ、まあね、自信つくね。はい、あ、俺の話面白いんだ。うん、俺のトークで笑ってるって思わせて。メンズは内部。つまらなかったかなって不安にさせないで。あ、俺ツッコミ役か結構。そう私の方もツッコミ役がよくやる。日本語の面白さが分からなくていつも失敗してる。俺がその失敗をツッコむみたいな。気の利いたツッコミは性格いいし頭もいい。あー、頭いいね、確かにね。ただ相槌を打つだけでもいいけれど、ツッコミまで入れられたらパーフェクト、ね、できる女性と認定されます。うーん、確かに。まんざらでもない。あざといけど気が利く。外見を褒められて気を悪くするようなメンズは相当ひねくれてる。わら、素直に褒めるって結構大事です。優しいとか頭がいいとかさ、そういうの嬉しい。トークがうまいとかさ。よく俺のことを見てくれてると好印象。うん、好印象。彼女は分かってくれるんだって認められた感じがする。あ、ね、私はあなたのこと分かってます感を出して。分かってます感を出してな。なんか自分が読んでも恥ずかしくなってこういう会話本当一番なんか難しい。なんかどうやって喋った方が面白いとか、どういうツッコミを入れた方がいいとか、なんかよく分からなかったの。あ、そう？うん、あと私ずっとなんかロンドンハーツとか見てきたからツッコミが男っぽい。あー、確かにちょっときついからね。
なんかザキヤマとかをいじる時の、そう、なんか竹山とか、竹山の田中、なんかアンガールズの田中とか、結構きつめのやつだよね、多分。あ、そうなの、うん、もうちょっと軽いツッコミにした方がいいかもしれない。例えばハゲだったらさ、いや眩しいねみたいな、あれ言わないでしょ、普通は言わないでしょ。なんかやだ、なんか暗い、いや嫌すぎですぐこうになった。性格的に暗そう。なんかもっとなんかみんなでワイワイやってる系の女子が好きだから俺は。自立してない上司って思うだけあさとい、小声の声がただ漏れは危険、大人な女子こそ一人時間も楽しめなくちゃ、寂しいイコール面倒って思われるかも。そう、面倒くさいね。かまってちゃんって思っちゃう。あ、かまってちゃんっていうのがなんかそのかまってかまってとか、なんか寂しがり屋って感じだよね。微妙だな。俺動物が好きだったら、あ、今度犬カフェ行くとかさ、あ、猫カフェ行くみたいな誘いるんだけど、うん、赤ちゃん好きって言われてね、どうすればいいの。子供が好きっていうのが多分結婚を焦っていると思っちゃう。で、産んだはすぐデートを思ったでしょ。そうだね。自分も好きならいいけどあざとい、アピールしたいなら子供が多くいる公園に繰り出すなと、自然なシチュエーションでトライし、ね、トライして。まあ俺は好きかな。連れてってくれそうじゃん。ああ、インドアだけどずっと家にこもりたくないって感じ。インドアだけど実はちょっとアウトドアも憧れてるインキャラだから。めんどくさい。焦ってるの原因は何？一緒にどっか行きましょうよみたいな、そういう雰囲気を出してくれじゃん。あ、やっぱりすぐデートにつながる。そう、俺はデートにつなげる。付き合ったらお金がかかりそうと思われる危険性大。アウトドアや男っぽい趣味をお出かけならいいかも。おお、俺はインドア好きだからね、うん、あ、インドア、さっきアウトドアも好きって言ってたね。何でも好きやんか。好きやね。派手じゃない、清楚な感じが可愛い。平日は仕事で疲れてるから休日はのんびりデートがいい、うん、で、メンズも多いから恋人候補に昇格しやすい。気がめっちゃ効いてる女子だな。え、何々さんはどうみたいな。あ、そういうの言われるちょっと嬉しいよね。なんか、あ、誰が構ってくれたって。そう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 。前の職場なんだけど、うん、そのみんなが座ってる時に一番喋る人が端っこに座る。端っこ座ったらもう端っこの人がそうや、そう言って、向こうの端っこの人もこう言って、真ん中の人 も一緒に会話参加できるじゃん。なんかその、でももしあまり喋らない人が端っこ座ったらもう誰でも構ってあげられない。ビジネスの場でなんか結構それはみんなやってるって。コミュニケーション上手で性格いい。マンズマンじゃない場面でもその場面にいるみんなが楽しめるのが理想。そうだね。人を巻き込める人って魅力的です。ほんとそれ。まあね、俺なんか特にね、はい、音痴だからね。そうそうそう。音痴だからなんか歌っちゃったらなんかまずいかなと思って、うん、俺は結構盛り上げ役に徹する方かな。どんな感じ？おお。みたいな。それ演歌？じゃあよ。いきなりしっとり歌われてもなんか盛り上がんないじゃん。1曲目でラブソングはなし。盛り上がってきたところで投入して、うん、歌うタイミングは様子見て、うん、なんかその盛り上げたい時にどんな曲入れてるの？俺はね、ラブマシーン好きだから。あれ、モーニング日本の未来は、おー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 、日本の社長はイエス。盛り上げようとする気持ちが可愛い。みんながしてる曲を選曲することが重要で、アイドルではないけど大塚愛のさくらんぼがメンズに人気でした。はいはい。もう一回とかできるんじゃない？あ、男？あ、そういうとこを入れるって感じ。私から言ったじゃないんだけど、友達がいたの、うん、友達がいあることを言った、うん、デートとか合コンとか、うん、女性はその美容室代、洋服代、あとなんかネイル代とかいろいろかけてるから男が怒るのが当然でしょって友達は言ってた。本当本当。マジで？うん、私ここ探したことないから分かんないんだけど、でもあの子はもう男はご飯を怒るくらいはする方がいいでしょとか言ってる。
いや、男だって服かけてるでしょ。如果你们喜欢这次的影片的话呢，都欢迎你们帮我们按个赞，然后留言告诉我们你很喜欢，也可以告诉我们说你有没有跟日本人聊天的时候你觉得很有用的绘画术。如果你还没有订阅我们的频道呢，都欢迎订阅我们的频道，然后开启铃铛接受最新的通知。没有开启铃铛的话呢，我们可能就消失在 YouTube 海里面，就找不到我们了。那我们下次再见，拜拜，拜拜，拜拜。See you next time 吗？啊 ，See you next time。ルーちゃん、ルーチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。